皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。<laughs> はい。ありがとうございます。ではですね、あの、レビー v m を PHP で実装するハローワールド出力するまでで、あの、登壇させていただきます。はい。私なんですが、メモリーと申します。はい。あの、自己紹介は後ほど資料を公開しますので、あの、それをご覧いただければと思います。 で、過去にですね、あの Java Virtual Machine というものを PHP で実装したことがあります。で、そんな私がですね、あの今回、あの Ruby VM をちょっと作ってみましたというような内容で登壇させていただきます。で、もともとなんですが、えっと、まあ、いろんな言語を PHP に限らずですね、まあ、やってきましたと、学習してきましたと。え、次第にですね、こう新しい言語を普通に学ぶには、まあ、刺激が足りなくなってきましたというようなとこで、 でして、今いる会社がですね、実は Ruby on Rails を使ってる会社なんですけども、まあ、Ruby も例外じゃありませんと。で、まあ、そんな中で,ですね、あの、学習方法もある程度、まあ、自分の中でこう確立できているものになっていて、まあ、Ruby そのものを普通、そのまま勉強するというのは、まあ、なかなかちょっとモチベーションが上が,上がらなかったっていうところがありますと。で、 まあなんで、まあモチベーションが上がらない中でですね、そのルビーの気持ちを理解するなんて、まあ失礼と。まあなんか、その <laughs> 気持ちを理解するなんて思ってのほかですと。はい。のとこで、ね、まあちょっとすごく真剣にまともに考えました。ね、どうやったら刺激ドリブンにあの言語をこう学べるのか、新しい言語を学べるのか。 まあどうやったらその言語の気持ちをまあ PHP みたいに理解できるのかというところであのひらめいたのがですね VM を作ろうと VM を作れば気持ちを理解できるはずとで私の中のですねあの頭の上にこう打天使とか天使とかもまあ皆さんいるかもしれないですけどあの私の天使がねあのそう囁くのですと でも、普通には戻れませんと、いうようなところでございます。今回なんですが、えっと、まあ、40分って枠なので、ちょっとデモまでいけるかはわかんないんですが、ま、あの、今回のアジェンダなんですけども、あの、VM についての、あの、解説と、RubyVM、じゃあどうやって実装するんですかっていうお話と、えっと、RubyVM の実際の作り方ですね。で、アペンディックスについてはちょっとお話は、あの、今回、割愛させていただければと思います。資料、後ほど公開しますので、あの、ご覧いただければと。 思いますで、話さないことなんですが、えっと、Ruby の歴史さんの話ですね。えっと、軸解析機器と呼ばれるものが、あの Ruby のあのプログラミング言語の中で、えっと、これはこういう解釈だよというのを与えるものが、まあ、次のあの Ruby のパーサーなんですけども、まあ、そういった話は、まあ、今回ちょっとしませんというようなところです。で、<laughs> 最近、 あの Ruby 3.3っていうのがですね、あのリリースされました。12月25日って確かあの PHP のリリース日でもあったような気がするんですが、あの Ruby 3.3もですね、あのクリスマスにリリースされております。はい。で、この資料もですね、あの Ruby 3.3に対応しております。はい。で、 バーチャルマシンについてなんですが、まあ、VM とは何ですかというところなんですけども、VM とはですね、えー、と仮想マシンのことをま指しまして、まあ、コンピューターの動作をエミュレーション、まあ、シミュレーションさせるものですと。VM 上でですね、Linux u n x X.O コマを動かしているような方とかもいらっしゃるかなと思います。VM を可能とする代表的なもので言いますと、まあ、KVM とか、えっ、ー、とハイパーバイザー、ハイパーブですねとか、あとバーチャルボックスとか、まあ、そういったものが VM に該当するかなと思います。 で、VM の種類にあのタイプ1、タイプ2というのがあるんですが、まあ、タイプ1はですねあの、ベアメタルというようなタイプです。でタイプ2はホスト型ね、あのー OS、既存の OS 上で動くものです。まあ、これらを総じてですね、あのハイパーバイザーと呼んだりします。はい。で、ドッカーも、まあ、皆さん結構お仕事で使われてるかなと思うんですが、ドッカー自体もですね、まあ、ちょっと仕組みは若干似てるっちゃ似てるんですけども、ゲーム2にはまあ異なるというようなところでございます。 はい。で、えっ、ー、と、まあ、ということを書いたんですけど、まあ、VM ってついてる名前のものいっぱいありますよねというところです。で PHP で言えば ZendVM だし、Java で言えば JVM だし、まあ、Ruby で言えば RubyVM というようなところで、まあ、VM であるものの、まあ、この、 厳密な定義には、まあ、当てはまらないというようなところなんですが、まあ、先ほど書いたですね、あの VM とは仮想マシンのことを指して、まあ、コンピュータの動作をエミュレーションさせるものですという、まあ、解釈だけであれば、えっと、 全 DVM とか GVM とか RubyVM はまあ該当するかなと思っておりますで。どういうことかというとですね、あの基本的に VM ってあの CPU の,の命令セットに従ってまあ動作するものですと。で、この命令セットはですね、まあ身近なもので言えば、まあ Intel とか Arm とか、まあ、CPU ですね。はい、それぞれあるんですけど、まあそれぞれの命令セットは異なっておりますと。 で、この CPU の命令セットを逐次実行させることが、まあ、コンピュータが、まあ、そもそも動く原理みたいなところがあるんですけども、まあ z e n v m とか j v m とか RubyVM もですね、あの似たような形であの命令セットっていうのがあります。で、まあ、この CPU のあの Intel とか ARM とかにこの乗っ取ってですね、あの見てみると、ま,あ、まるでこうコンピューターが動く原理に乗っ取って、あの、各 VM が動いてるように、 見えるかなと思います。でま、あそのためにですね、あの、エミュレーションっていう文脈ではですね、あの、VM であると解釈できるんじゃないかなと思っております。で、これらの、あの、ZendVM とか JVM とかですわね、あの、RubyVM もですね、まあ、スタックマシンとして基本動作します。で、CPU とか、まあ、Intel とか Arm とかですかね、はメモリレジスタマシンとかが、ま、該当するというような感じで、ま、あスタックマシンとはちょっと若干違うんですけども、まあ、大体似てるような仕組みではあります。はい。 で、まちょっと時間の関係上、メモリーレジスタマシンについての解説は割愛させていただきます。はい。じゃあ、スタックマシンって何ですかというところなんですけども、はい。えー、スタックマシンとはですね、あのデータの構造の一つで、ねまあ、データを、まあ、プッシュしながら、命令セットによってその追加したデータをあの取得、ポップして、何かしらの計算を行っていくコンピューターのアーキテクチャですで。例えば、あの、スタック、積まれているものから2つ値を取得していく。 ま、二つ積まれているものを取ってきて、それを、ま、加算させて、改めてもう一回プッシュするみたいな命令、命令セットとかがあったりします。で、これはあの、加算命令みたいなものがあるんですけど、そういったものですね。はい。で、命令セットって何ですかみたいな話なんですけども、はい。えっと、命令セットとはですね、コンピューターに何かしらの動作を指示するためのコマンド。コマンドってあの、日本語で言うと命令っていう意味なんですけど、のものを指します。で、集合を指しますと。 例えば分かりやすい命令には、えっと、さっきちょっとちらっと解説した加算とか、まあ、あとは四則演算子ですね。あの、減算とか乗算とか助算とか。はい。で、あと特定の、あの、関数とかメソッドとかを実行するような、こう、ルーチンを実行するって言ったりしますけども、で、あったりとか。で、あと配列を作成するとか、えー、っと、文字列で、 あの、値があるものを数字に変換するといったものがあります。で、もちろんなんですけども、まあ、VM によってまあ命令セットは異なるんですが、まあ、大体同じような命令が実装、実はされてはいます。はい。 で、命令セットはですね、まあ、どれもこう、単純化を目指している傾向が多いもので、まあ、単純化を目指す設計想のことをリスクって呼んだりとか、まあ、にあのシスクっていう、まあ、複雑ではあるんだけども、命令セットの数を減らすというようなタイプもあるんですが、まあ、直近だとあまり変わりはないと言われておるらしいです。はい。 で、命令は、こう、あの、引数、オペランドを取るものがまあ,ありますと。で、このオペランドとですね、あの、先ほどのスタックを駆使して、命令を実行していきます。で、この命令の、例えば、あの、 コマンドを番号で表したものをまあオペレーションコードとかオペコードとか言ったりします。で、これをヒューマンリーダブルにしたものをニーモニックって呼んだりとかします。まあ、アセンブリとかで結構出てくるやつですかね。はい。まあ、次のページからですね、あの1たす2たす3をまあスタックマシンであの実行した場合どうなるのかみたいなのをまあちょっと例示させていただければと思います。 でちょっと今回、疑似命令セットで計算するというのを、まあ、試させていただければと思うんですが、まあ、この一連の流れですね。で上からですね、えーと、コンストアドっていうものがありまして、プラスっていう命令があって、まあ、最後にアウトプットっていう命令があります。でこの3つの命令で、実は1す2す3っていうのは、あのスタックマシン上で実装することができます。 はい。で、どういう処理の流れなのかっていうと、まあ、コンストアードで、あの、オペランドを取るような仕組みを用意しておいて、あの、オペランド1というような形で、あの、スタックに1をプッシュさせます。で、次にですね、えー、っと、コンストアード2で、あの、1と2がスタックに乗ったような状態です。で、このスタックに乗った状態で、プラスっていうのを走らせると、まあ、3っていうのが、ま、出てきますと。で、 これがもう一回あのプッシュされてあの、スタックにプッシュされてですね、3というのが、あの、スタックに乗ってるような状態になっております。で、次にコンストアートで、ね、えっと、3をまた改めてプッシュして、プラスで、ね、えっと、2つポップしてきて、それを足してまたプッシュすると。で、その結果をですね、アウトプットすると、えっと、正常に6というような値が出てくる。 というような仕組みになっております。まあ、ねですね、まあ、ほとんどの VM は、まあ、先ほどの解説のような形で実装されています。で、これをこう、応用して、ね、あの、いろんな命令を追加したものが、z e n d v m とか JVM だったりとか、まあ、そして本当句の趣旨である、あの、RubyVM だったりします。では、RubyVM はどのように実装するのでしょうか、というところなんですが、はい。<laughs> VM を作るのに、まあそもそも VM を作るのに必要なものというところですね。あの皆さん、何だと思いますか想像してみてください。はい、3つあります。やる気と根気と負けない気です。はい。<laughs> 技術力はいらない。はい。はい。RubyVM の仕組みのお話をしていきます。 ルビー VM とはというところなんですが、あの、ルビー VM はですね、あの、ヤーブって、あの、内部的に呼んでるっぽいんですけど、ま、yet another RubyVM とも呼ばれていて、あの、ルビー界隈では、あの、有名な方らしいんですけど、笹田光一さんという方が、あの、仮想マシンとして、もともとなかったっぽいんですけど、あの、ま、作られたというようなところです。実際に、あの、ソースコード上にも、あの、この経歴というか、あの、昔からコミットしてるんだなというのは、あの、 見て取れるというようなとこです。で、ヤーブはですね、あの、まあ、単的に言えばですね、あの、インストラクションシーケンスっていう、あの、命令セットの一覧みたいな、まあ、集合ですね。と、まあ、その命令シーケンスに対するメタ情報の集合になっています。で、どんなバイナリ構造をしているんですかみたいなところでいくと、ま、ヤブってこんな感じで、あの、最初に、 あの、や、や、B って書いてあるんですけど、あの、V じゃなくて B なのはバイナリーらしいですね。あの、Yet another Ruby Binary ってのが、あ、Ruby VM Binary か。Ruby VM Binary っていうマジック、えっ、ー、と、文字列っていうのがあって、まあ、そこからこう、連なっていると。で、<laughs> その中の一部までですけども、えっ、ー、とね、あの、Hello World っていう文字がこう、かい見えたりとか、いろんな文字が、プッツっていうのも、 あったりしますね。ちょっと後ろの方ですけど、見えるかちょっとわかんないですけど、はい、あったりします。ルビー3.2、3.3で、3. 3ね、まあ、ちょっとこのヤーブの仕組みが変わってまして、 ルビーの3.2だと、こんな感じで、えっと、ちょっと字がちっちゃくて恐縮なんですけど、上の方にですね、ヘッダーの部分、ヘッダーセクションという部分があって、そこからですね、プラットフォーム、どの環境でコンパイルされたやーブなのかっていう情報が入っていたりとかしますと。 で、まあ、その中にですね、あの、ペイロードセクションっていうのがあって、まあ、あの、なんちゃ、なんちゃらセクションって私が勝手に言ってるだけなんで、あの、公式のあれではないんですけど、まあ、その中にですね、まあ、いろんな、こう、セクションがあって、まあ、メタ情報とか、いろいろ格納されているというところなんですけど、うん。で、ルビン3.3からですね、あの、微妙に上の方が変わっています。で、まあ、プラットネ、ね、プラットフォームの、こう、名前の部分がですね、あの、エンディアンセクションとワードサイズセクション、 3.3から変わっております。でも実際に、あの、ヤーブの構造はこれ以上、これ以外こう変化はないんですけど、なんかこう、マイナーバージョンで変化がある、そのプログラミング言語に覚えがあるかなと、皆さんは思いますが、はい。で、ね、Ruby でですね、あの、ハロー・ワールド出力するにはですね、実はこの左の、あの、p r u t z ー e ー・ l o っていう、 あの、プログラムだけで、ね、まあ、動作するんですけども、まあ、ヤーブになるとですね、まあ、さっき出てきたような、まあ、すごい、こう、めちゃくちゃ長ったらしい、このバイナリーを、まあ、読んでいく必要があるというようなとこです。で、この構造の通りに読んでいく必要があるというようなとこでございます。はい。 で、RubyVM、まあ、に限らずですね、あのー、まあ、JVM とか、他の ZendVM とか、まあのか、まあ、PHP で ZendVM 作る人、まあ、出てくるかもしれないですけど、まあ、実装するというようなところなんですけども、ま、これ Hello World を出力するまでが一番疑問だと思っています。で、 命令セット自体の実装はそこまで苦労しないんですけど、まあ、命令セットをこうエミュレートする VM 自体を実装するのに結構苦労するかなと思っております。まあそれがですね、あの楽しくて刺激的にまあこう言語を覚えられる源泉になってるんじゃないかなと思っています。で、まあ、ハローワールドが出力できた時にはね、それはもう,こう魔王城に到達したような気持ちになるって、あの他の,あのカンファレンスでも言ったんですけど、めちゃくちゃ滑りました。はい。はい ね RubyVM の作り方を早速、あの、お話しさせていただければと思いますが、まあ、チャット GPT さんに聞きました。しかも GPT-4 です。課金しました。はい。あの、RubyVM は作ってくれませんでした。はい。チャット GPT では解説できないことを解説します。貴重ですよ。はい。PHP 以外でももちろん実装できます。じゃあ、そもそもどうやって実装するんですかというところなんですが、えっと、JVM にはですね、あの、オンラインのドキュメントがあります。 Java Virtual Machine Specification というドキュメントがあの公式で公開されていますが、あの、さらに言えばですね、あの Java はあの企業主体で今メンテナンスとかされているんですけど、Ruby そもそも、そもそもの Ruby 自体はもうコミュニティによって開発されているということもあって、まあ有志たちによってそもそもドキュメントが整備されているっていうところですと。なので、まああの、実際にどういう VM が動いているのかっていう解説は実はドキュメント上に存在しませんと。ような中です。そんな中で RubyVM を作るにはどうしたらいいんでしょうか。答え、C で書かれたコードを読む簡単ですね。はい。あの、作ったやつ公開してます。 r u b ー VM の構造というお話をさせていただければと思います。r u b ーのバージョンは3.3最新版で解説します。で、大まかな流れなんですけども、えっ、ー、と、ヤーブのヘッダーを読み込んでですね、インストラクションシーケンスのオフセット情報というのを読み込んで、次にグローバルオブジェクト、これプッツとか、まあそういったものが入っているセクションですね。っていうところをこう読んでいって、で、最後に、あの、命令自体そのものをこう読み込んでいくと。 で、あの、命令を読み込んだら、0番目のやつを、あの、強制的に実行させるというような流れで、あの、実際に、あの、実装することができます。で、どうやって PHP のバイナリーを読むかなんですが、あ、PHP でバイナリーを読むかなんですが、えっと、まずね、あの、エーブのファイルを作成するところからスタートですで。Ruby にはですね、インストラクションシーケンスを吐き出すための、あの、RubyVM インストラクションシーケンスコンパイルっていう便利な、あのー、 メソッドが用意されているので、まあ以下のようにですね、コマンドを使って、hello world.yav というのを作っていきますと。で、えっ、ー、と、VM 実装においてですね、あのよく用いられる PHP の関数は、あの、fread と f s e k と unpack の3種類です。あの、これは、あの、RubyVM というか、あの、ZendVM とか JVM とか作るときも、まあ同じような形で、おそらく使うものになってきます。はい。もちろん、unpack を使わない。 で、こう行う実装も、まあ、実際にはこうビット演算子とか、まあ、使えば可能だったりはするんですが、まあ、その、まあ、結構ですね、PHP めんどくさいところがあって、まあ、C 言語とかだと、あの、指定した型で、あの、バイナリー読み込んでくれる、まあ、イントだったらイントで、アンサインドイントだったらアンサインドイントで読み込んでくれるとかあるんですけども、まあ、PHP だと最初文字列で取ってくることになるので、まあ、そこから、えっと、 アンパックして、まあ、実際にこの文字列の数字はこれにこうマッピングされてるみたいな形でこう取っていく必要がありますと。はい。で、ヘッダーを読むうようなところなんですが、まあ、ちょっと文字がこれちっちゃくて恐縮なんで、あの後で資料配布するのでぜひ見ていただければと思います。で、上からマジックバイトを読み込んでいって、次にあの Ruby の、あのー、 コンパイルされているバージョンですね。メジャーバージョンとマイナーバージョン。まあ、ここまでね、あの、実は JVM にまあ似てたりしてて、まあ、実際に笹田光一さんもですね、公式で書いているんですけども、あの、j m e も参考に RubyVM って作られているっていうところがあるので、まあ、あの、形としては似ている。まあ、そこからあの、結構アップデートは重ねているみたいなんですが、元もともとはそういう実装になっているようです。で、そこからですね、まあ、いろんな、こう、メダ情報を取ってくるというような仕組みになっています。 で PH、PHP でやるにはですね、あの、やーぼ F オープンで、ファイルオープンで、あの、ハンドル作って、えっと、F リードで、こうやって、あの、もう、超細かく書いていくというような感じです。はい。で、次にですね、オフセット情報を取っていくというようなところなんですが、ここら辺も、あの、簡単な仕組みで、あの、4分使えば、あの、パパッとシュシュッと取れるような感じになっています。 はい。で、インストラクションシーケンスの読み込みというのをですね、次やる必要があるんですけども、これ実は、あの、Ruby VM 賢くてですね、あの、まあ、ハミング重みっていう、なんか、プルトのチームみたいですね、あの、ハミング重みっていうのがあるんですけど、まあ、それを用いてですね、あの、バイト帳を可変的に、あの、扱っているものです。で、<laughs> 例えば、あの、効率的にですね、あの、2バイト、4バイト、 8バイトだったかなちょっと覚えてないですけど。はい。を読み込んでいって、えっ、ー、と、あの、バイナリーに埋め込んでいるような仕組みになっています。はい。で、そうすることですね、あの、バイナリーのサイズを縮小させられるメリットっていうのが、まあ、あるので、まあ、おそらくそれを狙ってやっているんじゃないかなと、まあ、推測しております。で、まあ、先ほどのちょっとソースコード、ちょっと字がちっちゃくて見えないと思うんですけど、まあ、こういった実装をですね、あの、リードスモールバリューっていう形で、あの、実装を するという前提でちょっとお話しさせていただければと思います。で、まあ、リードスモールバリューが実装できた後に、初めてあのインストラクションシーケンスのデータ構造をこう読み込んでいくことができるんですけど、このデータ構造実はめちゃくちゃ巨大でですね、あのインストラクションシーケンスのメタ情報、まあ、例外テーブルとか、まあ、あとはなんかそのメソッドが引き受けるあの引数の情報とか、キーワード 引数、まあ最近 PHP でも実装されましたけど、Ruby も元々あって、まあそのキーワード引数とかの情報とかが入っていたりする,するんですけど、まあそのメタの情報実はまあ50個以上あって、まあここがなんか鬼門というかめんどくさいというか、まあそういったところになっております。で、まあ、とはいえですね、この50個全部読み込んで実使う必要あるんですかって言ったら、まあハロ l l o の出力であれば、あのー、50個もいらないというようなところです。10個ちょっとで、はい。 おそらく問題ないかなと思います。で、まあ、具体的な実装の部分に関しては、えっと、本家の Ruby の、コン compile.c という、あの、C 言語がある、C 言語のこうファイルがあるんですけど、まあ、そこで実装されているので、まあ、そこでぜひ読んでいただくか、もしくは私が、あの、例で実装していますので、それを見ていただくと良いかなと思います。はい。で、まあ、こんな感じでですね、あの、必要なものを取ってくると、えっと、上からですね、あの、タイプと、 あの、インストラクションシーケンスがどれくらい入っているのかと。あと、バイトコード。まあ、これはあれですね。あの、命令セットが入っているオフセットの情報ですね。と、その全体の5バイトコードのサイズっていうのを取ってくるだけで、ね、あの、もう済むので、ね、まあ、実際にそのさっき言った50個っていうのは、ま、いらんかなというようなところです。はい。で、えっと、ニーモニクの実装、あのニーモニクじゃない。あの、オペレーションコードの実装をしていく必要がありますと。 ねローワールドを出力するためには、えっと、Ruby VM では、あの、putSelf と、putString と、optSendWithoutBlock と、leave の4種類を実装する必要があります。はい。ね <coughs> putSelf 何してるかっていうとですね、あの、自分自身のそのクラスを指す、あのー、コンテキストですね、を指すものを、あのー、スタックにプッシュしていると。で、putString は、実際にハローワールドというような文字列を、あの、プッシュしています。 で、opt send without block っていうのは、ここにあの、puts っていう情報が入っていて、その puts っていうメソッドを実行させますよっていう、あの、ルーチン、いわゆるルーチンを実行するための、あの、命令セットになっています。で、div は、あの PH、php でいうところのリターンと似ているようなものになっています。はい。で、こんな感じですね。あの、番号を振って、左側がオペレーションコード、で、右側が numonic というような感じで、あの、書いています。 で、まあ、どんな仕組みで動いているんですかっていうところなんですが、putSelf ですね。あの、実行中のコンテキストっていうのがスタックに積まれまして、で、次に putString っていう形にはローワールドの文字列をプッシュします。で、次にですね、あの、二つのスタックをポップして、えー、っと、実行中のコンテキストの puts メソッドっていうのを呼び出します。はい。でそうすると、あの、メイン、例えばあの、 最初のコンテキストメインだとすると、メインの中のプッツっていうメソッドを実行してくださいって命令になって、それがですね、あの、実際に出力という処理まで、このオプトセンドウィザ u t ブロックというものに、あの、担われるというようなところです。で、このウィザ u t ブロック、まあ、ちょっと余談になってしまうんですけど、まあ、これ Ruby 書いてて分かったところなんですけど、あの Ruby にはですね、あのブロックっていう概念があって、まあ、なんか後から、あの中身をこう補填できるみたいな仕組みがあるんですけど、まあ、それをですね、あの、 あるないパターンで実装を分けているような、はい、感じになっています。はい。で、理由はあのリターンなんで、まあ、特にあの今回実装しなくてもいいですっていうところです。はい。で、ヤーブにこう変換された後の命令シーケンスをですね、あの取得するためには JavaP コマンド、あのー JVM 実装するときとかで、あの結構使うコマンドだったりするんですけど、まあ、JavaP コマンドのようなものが、まあ、Ruby にもありまして、RubyVM インストラクションシーケンスコンパイルした後に、実アセンブルっていうメソッドを呼ぶと、あの実際にこんな感じで文字列で出てくるので、まあ、比較しながら実装が正しいかどうかっていうのを、まあ、検証していくっていうのが、はい、できますと。で、実際に、えっ、ー、と、検証した後、まあ、こう、<coughs> ま、実装していくとですね、あの、メインクラスとグローバルなオブジェクトにあの保存されてる値を取得するための、ま、ロードオブジェクトっていう、あの、グローバルオブジェクトってまさっき言ったあの、プッツとかそういった情報が入ってるところですね。ま、そこをこう取得するためのロードオブジェクトっていうのを、ま、例、例で名前を付けていますが、ま、実装する必要がありますと、ようなとこです。で、こんな感じにですね、えっと、 そのロードオブジェクトを実装した後に、えっと、命令セットの動きのこう実装していく必要がありまして、で、その命令セットの動き、まあ、これ雑に書いてるものなんですけど、まあ、上からプットセルフで、プットストリングで、オプトセンドウィザードブロックで、リーブの実装です。これはあの、実際に i ストに、あの、簡易的なやつはあげているので、まあ、そこを見ながら、あの、他の言語で実装するなりしていただければ良いのかなと思っております。 はいで。インストラクションシーケンスの実行なんですが、まあ、左のように、こう、ちゃんと、えっ、ー、と、ハローワールドが出力される、あの、さっきの,あのコードを使うとですね、あの、出力されるということがわかりますで。今までのソースコードの例はですね、あの、ギストにまとめてありますので、ぜひ見ていただければと思っております。はい。で、次、デモです。はい。デモ出てきますか そう,ね、そうですねはいああコードゴルフの履歴が出てきましたね失礼しましたちょっと待ってくださいねあれちょっと一回消しますねでちょっと一回画面のお湯を外していいですか sitkng お待たせしました。ではですね、えっとどんなコードを実行させるのかちょっと見ていただければと思います。文字見えますか？ちっちゃい。 いいうですすかね、はい、ありがとうございま,すまあこんな感じにですね、あのテスト2、まあ、なんで2なんですかって、ちょっと野暮なツッコミは待っていません。はい、<laughs> こんな感じに、リードスモールバリューとかですね、はい、あの書いているような感じで、ゲ、まあ、ストにも書いている内容なんですけど、まあ、こんな感じでまあ実装されているものですと。ね、次にですね、えー、っとですね、待ってくださいね。 まあ今のなんか F リードがいっぱいあるような感じのやつなんですけど、まあ、実際に PHP テスト 2.php を実行するとペチパー会議最高というのが出てきます。でも本当にこれバイナリ読んでるんですかって多分疑問に思われてると思うので、まあ、実際にですねこの、このコンパイルの内地引数のところにこれ Ruby のあの h o を生成するためのワンライナーコマンドなんですけど、ここをですね、じゃあどうしようかな。 しょかな <laughs> 失礼しました。はい、ペーチパー会議二千二十四、楽しんでるというのを、ちょっとコンパイルしてみますね。こうするとですね、あのハローワールド。 のや、えーぶの中にですね、ちょっと右の方に、このハロピー,チパー、ピーチパー、ペチパー会議2 0 2 4を楽しんでるっていう文字列がちょっと見えるかなと思うんですけど、まあ、このバイナリを読み込んでいくというようなところです。で、実際に php テスト 2.php を実行すると、こんな感じであの実際に出力されるというような感じになっております。はい。ですね。 でえー、と資料に戻させていただければと思います。はい。まあ、以上ででも、あの以上になります。はい。で、ご清聴ありがとうございましたと書かれてはいるんですが、多分あと5分ぐらいありますよね。なので、ちょっとアペンディックスのお話をちょっとさせていただければと思います。ちょっと最初しないと言ったんですが、時間が余っているようなので、はい。 コールインフォエントリーっていう概念が、まあ、実はありまして、えー、っとですね、RubyVM 上のですね、あのコールインフォエントリーって何ですかっていうところなんですけど、あの実行されるメソッドのメタ情報を取得するための、まあ、結構重要なものに、 なっています。で、先ほどの解説だと、えっと、実際にコールインフォエントリーっていうのは、まあ、ちょっと出していなかったんですけど、まあこれ実装ちょっと若干めんどくさいので、出していないところなんですけど、まあ、これ何が格納されてるかっていうとですね、あの実行されるメソッド名とか引数、どれぐらいの数あるんですかとか、あと、キーワード引数、どういう情報なんですかっていうのを、まあ、入っているような仕組みのものになっています。で、動的にこう、メソッドを実行させるためにはですね、あの、さっきのあの、ゲストの例だと、 プッツそのまま指定しているものなんですけど、あのー、それをちゃんとメタ情報から取ってくるというのが、あの、実際には必要になってきますと。で、これ、ま、opt send without b とかの命令を実行させる必要があるというようなところで、ね、えー、っと、まあ、次のページで。 のように、実装することで、プッツを指定せずに、あの、呼び出すことができます。で、さっきちょっとチラッと見えた、使用しないっていう文字列は、あの、こっから来てます、と、のところなんですけど、ま、こんな感じでいっぱい実装していかないといけなくて、ま、ちょっと文字も多分ちっちゃいので、ま、ちょっと割愛しているような内容ではあるんですけど、ま、ここの中の,の CI エントリーオフセットっていうものがあったりとか、ま、左下の CI サイズ。これ、コールインフォサイズですね。コールインフォエントリーオフセットと、コールインフォサイズっていうのがあっ でまあ、ここからあの情報を追加してメソッド名とかあの、まあ、パブリックとかプロテクテッドみたいな情報とかもあったりとかするので、まあ、こういった情報をあの格納しておくと、まあ、実際にこのプッツっていうあの情報がもらえるのでこれを使ってあのこのオプトセンドウィザードブロックのここを、えっと、右のように書き換えることで、まあ、実践動的になるというようなとこになっています。なのでプッツ じゃなくても、まあ、実行できるようにするためには、ここの、あの、書き換えが必要になってくるかなと思います。はい。で、ちょっと、えー、まあ、RubyVM の命令セット数っていう、まあ、ちょっと雑,雑学的な話を、まあ、最後にさせていただければと思います。 で、RubyVM の命令セットなんですけど、まあ、100個ぐらいあります。まあ、実体は200個なんですけどね、あの、半分はあの命令をトレースするための命令セットになっています。で、これ多分 Ruby に書いたことある人分かるかもしれないんですけど、あの、Ruby にはあのメソッドの実行をトレースするための仕組みがありまして、それを使った時にこう発動される命令セットっぽいですね。はい。でちなみに JVM はですね、150個なんですけど、まあ、ちょっとどう、どうなんすかね。 実装すると、まあ、ちょっと、筋肉が必要な感じにはなるかなと思いますが、まあ、例えばですけど、まあ、そもそも、ハローはこの RubyVM の話なんですけど、まあ、ハローワールドの出力とかフィズバズとか、えっ、ー、と、クイックソートのレベル感であれば、すべて実装しなくても、まあ、いくつかの命令セットを実装するだけで実装できるので、まあ、100個全部実装する必要は、まあ、ぶっちゃけないというような。 形になっているので、まあ、入りだけで言えばすごく簡単ではあるかなと思います。まあ、さっき言ったあの気合とか根気とか負けない気があれば誰でもできると思うのでっていうとなんかすごく叩かれそうですけど、はいまあ、そんな感じになっています。で、実際にどういう命令セットがあるのかみたいなのは、えー、っと <laughs> まあ実際に Ruby の OSS 側で見ていただければ良いかなと思っております。はい。で まあちょっと、これまた、あの雑学なんですけど、Ruby 3.3からですね、もう、こうマイナーバージョンで増えるの、ほんとやめてほしい感じはするんですけどね。どこの言語とは言いませんが。はい。あの <laughs>、Ruby は、まあこの命令セットが増えるとですね、あの、他の命令セットのオペレーションコードがまあずれるみたいな感じになっていて、Ruby 3.、例えばオプト t センぶリザートブロックは Ruby 3.2だった。 の、Ruby 3.2の時は51番だったんですけど、あの3.3では53番になって2つずれているような感じです。なので Ruby VM のマルチバージョン対応をする場合はですね、この仕様をあの考慮する必要がありますと増えたもので言うと、スプレートっていう PHP にいるところのあの、ドット3つ並んでるやつですかね、みたいなやつが Ruby にもあって、まあ、それが増えたりとかしてます。 まあこんな感じですかね。ちょっと多分もう時間的にもちょうどいいと思いますので、あの本日あのご清聴いただきありがとうございました。はい。発表ありがとうございました。それでは Q&A に入りたいと思います。コメントやご質問のある方は挙手をお願いします。 ルビーコミュニティの方から来ました <laughs> めっちゃ怖いですね、<laughs> すみません。いいそんな2つ聞きたいことがあって RubyVM、はい、をこうやってこう途中まで実装することで Ruby の,の気持ちみたいなのが分かったのかなっていうのが1つと、はい 1> えっと、今 RubyVMONPHP っていうリポジトリ、はい、ちょっと見させてもらって、はい、PHP の行数が2万4000行ぐらいあるんですね。はいはい、でこれでかどののくらいの レベルのものがそう実行できるようになったのかなっていうのがちょっと気になっています。はい、ありがとうございます。まあ一つ目、気持ちを理解できるようになったかで言いますと、あのだいぶ理解できるようにはなりました。はい。実際にあの原色レビーヴィレビオンレールズをこう描いているんですけど、まあそこで、ね、あのま苦労せずに。 かけてるかっていうとちょっとわかんないですけど、まあ、あの、レビューいただきながらかけているので、まあ、気持ちはある程度理解できたんじゃないかなと思っています。で、二つ目の、まあ、どこまで実装できてるんですかみたいな話なんですが、えっと、一応、クイックソートとか、えっと、バブルソートとか、まあ、そういった簡単なものは動くようにはなっていて、あとは、ま、スプレートとか、えっと、なんだ、キーワード引数とかか。 は動くようにはなっていったりとか、ブロックがあるなしは動いたりとかはします。なので、まあ、ある程度動くんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、レールズを動かしたときにやっぱ落ちるので、ちょっと、はい、次の目標はレールズ動かすところまでですかねっていうところです。ちょっと遠い、遠い先ですけど、はい、そんな感じでございます。めちゃくちゃ遠いと思います。<laughs> あ,ありがとうございます。<laughs> はい、他に質問ある方いらっしゃいますか <laughs> あそ はいい、えー、発表ありがとうございます、はいえっと、ちょっと私のもう最近 WebAssembly の VM を作ったので<あ>そ,れにそれにちょっと関連して、はいえっと、PHP で、えっと、イント同士で演算を行ったときにあな何同士ですか、えっと、インテジャー同士で演算を行ったときに、えー、範囲外に行くと勝手にフロートになると思うんですけど、はい、VM を実装するときにこれで結構困って。 Ruby とかだと RubyVM とかだとどんな感じで処理されてるのかなとああそうですねそこの範囲外までの処理は実際にはやってはまだいなくてうんそうだなおそらくあの コンパイルを Ruby 側にお願いしているので、Ruby 側がいい感じにその命令セットに書き換えてくれるじゃないかなと思っています。なので、まあ、その命令セットを実行するだけなので、まあ、実際にそこまで苦労はしないかなっていうのが、あの、正直な感想です。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。Ruby だと多倍長とかに勝手になるので、なんかそのあたりの演算するとすごい大変そうですね。ああ、なるほどね。はい。確かに。<laughs> はい。スベ版と勝手にフロートになっちゃう気がしますね <laughs>。はい。他に質問の方いらっしゃいますか。あ、はい。こちらお願いします。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ以前 JVM 実装されて、はい、今回 Ruby 実装されたと思うんですけれども、なんかその実装してみて感じたこう違いというか、その言語の特徴の違いみたいなのも、はい、もし感じたものがあれば。 お聞きしたいです。なるほど。そうですね。で、まあ、一番大きかったのは、やっぱドキュメントが、その、まあ、コミュニティの方が作っていただいてるっていうところもあって、まあ、その、実際 C 言語を読まないといけなかったっていうのが、まあ、ちょっと辛かったなっていうところですね。で、Ruby の、その、実装を読むとわかるんですけど、あの、エンバイロメントポインターとかっていう概念があって、まあ、それをこう使って、まあ、実はその引数の、 そのスロットの位置をこう決定するみたいな仕組みがあるんですけど、j v m だとそこはまあ任意に任せられるし、結構簡単だったりするんですけど、最初そこで結構つまずいてしまって、あの、動く場合と動かない場合みたいなのがこう出てきて、まあ、そこはあの原因をつかむのは結構大変だったかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。<laughs> はい。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、はい。そっちらの方お願いします。<laughs> あ,ありがとうございました。はい、すみません、えっと、文字列について質問したいんですけど、ですか文字列について質問したいんですけど、例えば、えっとユ,えっと、ユニコードというか、ととかかかに対応ししてたりとかするんでしょうか、えっと、Ruby 自体がなんかそのコンパイルされたときに、文字のこうエンコードをあのジャッジして、埋め込んでくれる仕組みがあのバイナリーにあって、はい、でそれを読み込めば UTF8 に。 なる、まあ、UTF-8 の文字列がなければ、あ ASCII のコードであのコンパイルされる仕組みになってますね。<ー>はい。なので、そこはあの実際に PHP 側では特に処理はしてない、あ、あまする必要はあるんだけども、<laughs> まあ実際にはしてないというようなところです。はい、あはい。い、いあ、ありがとううございます。そうですそで Ruby のストリングのエンコードメソッドとかで呼び出すときはそういう,実装しなうですね、はい。はい。はい、視界もともと Ruby 書いてたらしいですからね。<laughs> はい。はい 他に質問ある方いいらっしゃいますでしょうか、はい、は、いではお時間にな、ね、りましたので、ここで Q&A 終了させていただきたいと思います。この後休憩時間に地下1階のトラック3でアスクだスピーカーを実施します。質問のある方や感想を伝えたい方はぜひご参加ください。また、えーフォルタの、フォルテの参加者メニューからもフィードバックを送信できます。スピーカーの皆様はフィードバックをとても楽しみにしています。ぜひ送信してあげてください。 また、この後12時からですね、えー、ランチに行かれる方はあのラン、えー、ランチ企画がありますので、あの他の、なんか今まで話したことない人と、えー、話せる機会になりますので、ぜひ、えー、ご参加ください。まあ、この後のアスクザスピーカーもあるので、えー、10時から12時半まで集まっているので、まあ、聞きた方はメモリーさんのところに一旦行っていただいてから、えー、あの展示スペースの前に来ていただけると参加できます。はい、改めて、えー、メモリーさんありがとうございました。